八井一郎、1974年11月15日体は、日本のお笑い芸人であり、お笑いコンビエレキコミックのボケ担当、ツインクルコーポレーション所属、三重県四海市市出身、DJ、八井一郎三重県立川越高等学校から、創価大学へ入学する。1997年頃に、創価大学落語研究会で後輩だった、今立進と出会い、 コンビ結成。当初は谷井二郎で出ていたが、ボケにしては名前の特徴がないと言われ、ひらがなに変えた。邦楽ロックを中心とした DJ 活動を展開しており、ライブハウスやロックフェスのブースにてたびたび披露している。また、お笑い会や音楽会の知人をゲストに呼んで、オールナイト DJ イベントも主催している。2009年7月1日に、 DJ 厚井一郎として、ミックス CD DJ 厚井イ一郎をリリースした。2012年2月18日に、自分の名を冠したエンターテイメントフェスティバルや井フェスティバル2012を開催した。2013年11月14日、タレントの松島初音と入籍。2017年4月から放送される NHK 連続テレビ小説ひよっこに出演。役作りのため、 散髪して短髪になった。水木しげるには写真を見て、これ、妖怪だ。梅津和夫には、君のことが聞いたことあると言われた。三国志稲川淳二の大ファン。携帯電話は、インフォーバー2と iPhone の2台持ち。パソコンには、あまり詳しくないが、MacBook Pro を購入。MacPipple で連載をしていた。誕生日、バレンタインデーには、毎年イベントを主催している。 ズダ持ちである。歯並びの悪さがトレードマークであったが、歯の矯正をはじめ、2014年に完了した。タレントのイマルと、寿司ピザというユニットを組んでいる。コンビ、または、エレヘン名義で出演している番組は、それぞれの項目を参照。バラエティドラマやついフェスティバル2012や、つい一郎主催のフェス。渋谷5カ所のライブハウスで、 約200名のアーティスト出演、2000人以上、集客出演者、ヤツイフェスティバル2013ヤツイフェスティバル2014ヤツイフェスティバル20151日目2日目ヤツイ、フェスティバル20161日目2日目ヤツイフェスティバル20171日目2日目、ヤツイフェスティバル20181日目2日目ヤツイ、 フェスティバル2019オンライン熱いフェスティバル202020年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年ありがとうございます